皆さんこんこにちは。えー、本日はですねちょっとマイク忘れちゃったので音声がね聞きづらかったら申し訳ないですではやっていきましょうということで、えー、現状ですね FA で、まあ、残っている選手の、えー、トップ25ということでですねやっていきたいと思いますでまあ、通常25からね発表していくんですけど、まあ、当チャンネルはねバグってますので1位からやっていきましょう、えー、まずね1位、2位がショートということで、まあ、これやストーリーということでね コレアもう、ね、どうなんでしょうっていう、ね、話になってきてますけども、まあ、このところの様子でいくと、まあ、ストーリーの方が若干人気なのかなという、ね、感じで、まあ、ストーリーの方が安く済むっていうのと、うん、あと、まあ、ここの、ね、流れでなんかサードで使おうかなみたいな、えー、チームも、えー、出てきてますので、まあ、本人が、ね、了解すればっていう部分でもあるとは思うんですけども、まあ、そういう使い方、だからまあ、ショートがいてサードがいないチーム まあそんな中、そんな感じのチームも、まあストーリー狙ってきているのかなという印象ですね。でまあこれはまあ今季 FA のですねトップショートだったんですけどもなかなかまあ今のところ決まってないっていうのとまあお金がね高いものを要求してるっていうのもあるかもしれないけどもまあ先にシーガーが決まっちゃってねまあ理想な本人がねこれらが望んでいたような感じで決まってまあどんどんね決まっていっちゃうと えー、今度、欲しがっているチームが減ってくるということでね、まあ、どうなるのか、これが、ねえー、楽しみでもあるし、ちょっとね、ちゃんと決まるのかなっていう、えーまあ、決まるでしょうけども、大丈夫かなっていうね、ちょっと思いもあります。で、まあ、エンゼルスが取るんじゃないかと言われている、ね、KB、えー、クリス・ブライアント。で、まあ、彼はサードだったんですけども、まあ、このところね、外野なんかもやって、 まあ、いろんなところで使えるということで、まあ、エンゼルスが取るとしたらトレードで外野を出してしまったときかなというところではありますし、まあ、ワンチャン、ね、またレンドンがちょっといなくなったときはサードをやったりとかいろいろなバリエーションもあるかなという感じで、まあ、ただ、現状は普通の状態で取ったらちょっと困っちゃうんで、まあ、外野が多分手薄になったときだとは思いますで4位がフリーマンですね。まあ、アトランタだと 再契約するのかどうかっていう話ではあると思うんですけども、まあ、7位にいるリゾです、ね、にもちょっとアトランタはこう、ね、話が出てるっていう話もあるし、まあ、もちろんフリーマンと、ねえー、再契約できなかった場合っていう感じでしょうけども、まあ、この一塁手も、ねうん、いいところが揃ってますので、まあ、どうなるかというところですねでカステラノス、えー、ガイアですね。 で、えー、6位カーショーで7位は先ほどのリゾで8位がロドン9位がシャーバー10位、えー、鈴木誠也11位ソレア、えー、12位がグリーンキーということで、えー、まずショートが2人、まあ、ファーストが2人でガイアが1234人かな、まあ、シャーバーはファーストっていうのもあるしまあ クリブラも外野、あのー、と考えれば外野は1、2、3、4、5人ていう感じでねでファーストがまあ3名とでピッチャーが2名という感じになっておりますね、うん、トップ12の中はこんな感じです、えー、続いてですね13位からですけども、えー、クルーズ、えー、14位がコンフォート15位ジャンセン16位に菊池さん 17位にロサリオ18位にシャフィン、えー、彼なんかリリーフでまだ残ってるんで、まあ、エンゼルスにどうでしょうっていうのでねリリーフで紹介した時にも出したと思うんですけども、まあ、いいリリーフとしてはまあ彼がまだ残ってるのとジャンセンが残ってるかなという感じですねそしてマクヒュー、テペラ、まあ、これもピッチャーは、ね、続いてシーガー兄ですねサードだったらシーガー兄 ファームでシモンズですねだからショート、シモンズどうでしょうっていう話したらね、えー、なんか怒られちゃったことがありましたけども、まあ、ヤンキースがね、狙ってるんじゃないかっていう話もありまして、まあ、ヤンキースはね、お伝えしている通り、ショートにあまり長期的に置きたくないというのがあるので、まあ、シモンズ辺りでね、とりあえず何年か過ごすというのもあるかもしれません。でアンダーソン、でマカッチェンがいて、 これでで25人です、ね、で打ち分けとしてはピッチャーが9人のキャッチャー0、ファーストが2人いてプラス1ですね、サブポジみたいのが1人、でセカンドが0で、サードが2人、でショート3人、外野が8人プラス1、DH が1と、外野、まあ、は、ね、3ポジションあるので全部守れるわけじゃないので、まあ、8人って言ってもね。 えー、各ポジションにしたら8人ではないんですけどもまあ一応まとめて、えー、置いておきますということでね、まあ、今年はやっぱあんまりキャッチャーのね、えー、笛っていうのがいないっていうのもあるのかもしれないし、まあ、セカンドはもう、あのー、セミンがセカンド表記だとしたらもう決まっちゃっているのでね大きなところがねでまあ、そんな感じですか、だからまあショートはその大型と言われているのが2人まだ残ってる状態。 っていうのもありますし、まあ、ピッチャーもね、まあ、結構決まっちゃってるんでね、えー、少なくなってますけども、まだ9人と。まあ、先発リリーフ含めてですけどもね。だからまあ、ピッチャーね、もっといたんですけどもね、ちょっと減ってきたなと。で、まあ、一塁が欲しいところはもう、ね、フリーマンかリゾーでいいんじゃないかなっていう感じがありますしね。で、まあ、サードか外野だったらクリブラっていう感じ。 ですかね今のところね残ってる選手でいうとだから,ここから、まここからエンゼルスが取ってほしいというのは、まあ、ロドンでカーショはお金的に無理だと思うんでロドンあとグリーンキーですか、まあ、その辺と、まあ、あとリリーフピッチャーという感じですかね、うんまあ、だから、この中から少なくとも1人はね、えー、ロックアウトが終わった後に獲得できたらいいのかなという感じ。 でではありますけどどもねう、まあ、うなんでしょうか、まあ、早くねロックアウトがね、えー、終わらないと、えー、つまらない日々がね続いてると思いますしまあね、ねどうなんですかね3月1日までにとか言ってるけどいやー、そこまでやんのみたいなね思いもあるしもうね最近はマイナー契約が結びましたっていうニュースしかないですからねあと、まあ、メッツの監督がどうするのかとかねそういう。 誰誰がインタビューしたとかそういうのしかないからね面白くないですよねっていう日々を過ごしてますので、まあ、早くロックアウト開けるといいなと思います <music>、えー、そして続きまして、ね、リクエストいただいた、えー、日本人以外で好きな選手とあとまあ今後覚醒が期待るされる注目選手ということで、まあ、日本人以外で好きな選手というとね、まあ、いっぱいいますけどもうとりあえずジャッジはそうだよね で、グラテロルね。ドジャースのリリーフ。まあ、彼は欲しいよなっていうピッチャーなんですよね。で、あとルイス・ロバートね。ホワイトソックス。で、まあ、エンゼルスで言ったらアデル・マーシュかなというところですかね。まあ、ジャッジって書かないとダメだよね。まずね。いや、本当に好きですけどね。ただ書かないとやばいよねっていうところですよ。で、まあ、グラテロルほんとね、 なんであの投げ方であんな早く投げられるんだろうっていうところでね。うん。一番なんかリリーフでは好きかなという感じ。あとまあ、ロバートなんかはもうちょい、えもっとね、すごくなるとは思いますけども。まあ、これからまた期待かなというところで。まあ、覚醒が期待される選手でもあるかなと。で、アデル回しもそういう枠かなというふうに思いますね。で、まあ,あと、 いろいろ若手の面で書いてみましたけどもまあエンゼルスで言ったらまあシーロットですよね、まあちょっとね、来、え、季、ー、はダメっぽいんですけど、怪我でまあ、彼はね救世主になるんじゃないかという動画を前に出しましたしまあリリーフ的な問題で言ったらまあ十分、もう通用すると思うんですよね、でまあ先発にするのかどうか分かんないんですけども、も、まあ、個人的にはリリーフがいいと思ってて。まあ どど、うななるかかわんないですけどとりあえず怪我を直してね、えーまあ、来年再来年のシーズンは完全復活という感じで頑張ってもらいたいとで、まあ、あとデッドマーズは、ね、もちろんちゃんと、ね、成長してローテを、ね、しっかり守る選手になってもらわないと困るというのとあとバックマンは先発で使うのかわかんないですけど、まあ、彼なんか将来的な抑えでいいんじゃないかなとは思ってますけどもまあ ね、どうなんでしょうというところで、まあ、ドラフトのね1巡、えー、目で取ってるわけですから、まあ、どうにか、ね、なったらいいなというところあと、ジャクソン、えー、彼はショートですけどもねショート3名ぐらいいるんですけど、まあ、なんか打つのがねパワー的な問題にいったら彼が一番いいのかなと思って,てまて、あ、ショートの中では一番一押しかなと打つ方うの、ねえー、バランスを見たらですけどもね。 そして、まあ、あとはアデル・マーシュが、えー、来年ね、どの程度こう、う、でしょう覚醒するというかね、えー、もう1、2段階成長できれば、まあ、かなり打線のもね、すごいことになると思いますので、まあ、エンゼルスとしてはこの辺がね、まあ、近いあの来シーズンとか考えると、まあ、アデル・マーシュがどの程度やってもらえるかっていうのと、まあ、デッドマーズがね、後半 には出てくると思うのでそこでまたどの程度ね通用するかっていうの感じですかねでまあ将来的な感じで言うとまあバックマンジャクソンとかね、うん、その辺が成長してくれればなと思いますねそして、えー、トーレス、えー、下20戦と書いてありますけどまあ彼はもう覚醒が期待されるとかいうレベルの問題じゃないんですけどまあこの最初の12年とかに比べたらねちょっとこの2年ぐらいはかなり 低迷しちゃった選手ではあるんですよねヤンキースのでまあショートからねこうセカンドに移されるってこともあるしうんこのまま終わっちゃうとちょっと悲しいレベルの選手だよねっていうところだよねもうひと復活というかね頑張ってもらいたいなというのがありますでまあここからまあ若手これはもう本当にすぐ出てくるかっていう問題じゃないと思うんですけども、まあ、カサスレッドソックスねでマッケンジー・イゴア ルイス・ギルはヤンキースでロドリゲスフリオさんねこれはまあマリナーズでボビー・ウィット、まあ、この辺は上位なんでね皆さん知ってると思いますけどもまあ上位の中でも個人的に期待してる選手ですねであとマリナーズマーテでロドリゲスとマーテがマリナーズ行ってねでまあケイリニックとかいろいろね出てきてますのでちょっと数年でマリナーズは強くなるとは思ってますね でブレナン・デイビスは、えーいやあのー、エンゼルスにいるデイビスじゃなくてねカブスにいるデイビスこちらはまあ前から注目されてますねでヤンキースのボルピとドミンゲスということで、まあ、この2人しっかり成長してくれたらヤンキース、まあ、このボルピと、えー、もう1人いるのでショートがねだからまあショート長期的には取らないと言われている、まあ、そこまで言われてる選手なんで まあこのままちゃんとね成長してくれるでしょうという感じですかねということでね現状えリクエストいただいた感じはえこんな感じとなりましたのでよろしいでしょうかねこれででまあまたね何でもいいのでまあ今ねネタがないって言ってるので募集してますけども別にネタがある時でもえ何でもねそのリクエスト的な感じで書いてもらえればえ普通に動画の合間とかにもできますしね まぁ、あ、ちょっと長くなっちゃう場合は、えー、みじ、比較的短い動画のとこの間に入れるとか、まぁ、あ、何とでもできますので、まあ、お気軽にっていう感じでね、えー、コメントとか、え Twitter、ー、DM でね、いただければと思います。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter、オロコメントよろしくお願いします。では終わります。